ってさ、やっぱりいつも思うんだけどさ、本当にピンクがめちゃめちゃ似合うよね。本当、え、アグポンもさ、今日ほら見てください、ツインテール。そう、かわいい、もう本当にかわいい、新鮮だしかわいい。 ありがとう。なんの最近さ、爪ネイルをよく塗ってるよね。あ、そう、自分でやってるの。これ自分でやったの。めっちゃ好きじゃない。させてみて、こうイルミネーションキラキラしてるから負けないぞって。めちゃめちゃ可愛いし、おしゃれにして。嬉しい。めっちゃ可愛い。アグポンもさ、あの、今日見て、ピン、ピン。あ、ピン、ピン、これね。なんかあの、あれ、可愛いよね。こう、ワッフルにかかってるチョコみたいな。可愛い。あ、でもなんなんもそういう風になってるよね。あ、ほんとほんと？そう、アップアップ。あ、これ？そう。全然自分じゃ見えないけど。すごい、同じお揃いになってて、いい感じ。お揃い可愛いよね。嬉しい。嬉しいよね。え、マグポンってさ、存在可愛いよね。え、そんなことでも飲むのはもう本当にピュアで純粋でめちゃめちゃ可愛い。アグポンもあの純粋な上に、あのすごい、あのなんて言うんだろう、こうあのちょっとあの煽るとか面白い時もあって、あ、そう、なんかプラスアルファですごい可愛いと思う。本当、ありがとう。せーの、私たちってやっぱり可愛いわ。アグアグノンノン、アグポンこと大西アグリです。アグアグノン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 こと高岡ノンです。始まりました、アグノンルームラボ第56回配信です。イエーイ。この番組は姉妹のように仲良しな私たち2人の部屋からお送りするゆるふわ動画番組です。イエーイ。はーい、今回の小芝居はヒューさんの案を採用させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。え、なんだっけ、お互いの衣装や可愛さを褒め合うアグポンとノンノンというやつです。なんか最後のセリフは、私たちってやっぱり可愛いわ、オンプオンプみたいな。そうそう、と声を合わせて終了というイメージだったらしいです。らしいです。開幕から褒め合う。そうだね、そうだね。ちょっと恥ずかしくなってきちゃった。恥ずかしい。でもアグポンはいつも可愛いから。いや、ノンノンはめちゃめちゃ可愛い。ここで始まっちゃう。また始まっちゃう。また始まっちゃう。せーの、私たちってやっぱり可愛いわ。永遠ループ。はい。そして、今回もアグノン的、アグノン的お話があります。あ、アグノン的お話。なんだろう。ルームニュースではないけれども。おお。なんかね。うん。たまごっちって知ってる？たまごっち知ってる。やったことないけど知ってる。やったことないのにこの話題を話すっていう。いきます。あ、たまごっちスマート発売中。おお。らしいです。なるほどね。スマートとは？スマートとは、ね、スマホみたいになってるの？ちょっとスマートになるってことですか？液晶タッチパネルやマイクが搭載されたたまごっち初の、あ、腕時計型らしい。ああ、なるほどね。だからスマートなのね。あ、たまごっちとウォッチかけたみたいなね。うん。しかも、NiziU のメンバーモチーフの、NiziU が育てられるコラボモデルも販売ということで。すごい。もう、マイク？マイクってなんだろうね。アイアムマイク。え？いや、なんか英語教科書に載ってそうだな、みたいなね。あ、マイクっていう子がいるってことね。そうそうそう。びっくりした。そうそうそう。すごい、我々ではない。すごいボケでしたね。はい、ということで、たまごっち皆さんはやりますかね？どうなんだろう。はい、ということで、今回もよろしくお願いします。アグノンルームラボ。それでは早速、最初のコーナー。今週の面白い話、イエーイ。はい、ということでこのコーナーは私たち2人のうち1人が面白い話をします。はい。どんな話が飛び出すのか皆さん期待していてくださいね。今回はのんのんが面白い話をします。すごい、完璧に頑張ってって頑張ってって頑張って頑張って。なんかね、面白いっていうかね、高尾さん的に不可思議な事件なんですよ。おお、不可思議な事件ってことはめちゃめちゃ面白いということで。なんで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 、そうなんですよね。じゃあ気になりますね。気になりすぎて、気になりそう。おお、
話していきたいと思います。それではお願いします。そう、それこそ、うん、気になりすぎて気になりそうじゃないですけど、うん、私よくドキドキしすぎてドキになりそうって言うんですよ。あの持ちネタがあるんですけど、うんうん、ネタなんだ。あのこれね、私本当に言いすぎてこうドキっていう単語が出ると、うん、私って思うんですよ、いつも毎回で、うん、そんなある日のこと、あの大学でね、うん、あの授業をしてたの、うんうん、講義の中でなんか黒板にパッと見たらドキって書いてあって、うん、なんか丸々ドキみたいな、うんうんうん、まあ、内容は全部忘れちゃったんですけど、何ドキだったのかちょっと忘れちゃったんですけど、うん、なんとかドキって書いてあって、あ、すごい自分を感じると思ってすごいそれでねテンション上がっちゃって、うんうん、よし、私あの自分の LINE のアイコン、うん、そろそろドキにする時期も来たんじゃないかなと思って。今なんだ、あの今までは気になりすぎて気になってる絵だったんですよ、 LINE のアイコンがね、ほう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 。ね、なんですけど、私よく最近ドキのダジャレ言ってるしなと思って、うん、ドキドキしすぎてドキになりそうって言ってる割には全然ならないなと思って、うんうんうん、ドキにしたんですよ、 LINE のアイコンを、うんうん、で、それでしばらくいろんな人と LINE をしてましたと、うん、そしたらね、こうドキのアイコンにした瞬間全然返事返ってこなくなってなんか、あの今までこう3分とかで帰ってきてた友達の会話とかが、うん、なんか3時間ぐらい返ってこなくなって、やばいと思って、これドキにしたからみんなから返事してもらえなくなったと思って、うん、1日で木に戻しました。以上です。なるほど、なんでだろう。そう、なんか呪いのドキをさアイコンにしちゃったんじゃない？え、違う違う、本当にシンプルなこうイラスト屋さんのドキをイラスト屋さんのドキをこうしてたんですよ。呪いのドキなんだよ多分。その時だったのかな、もうそのイラストが。あー、ちょっと呪いっぽかったのかもしれない、うん、そうそう、結構ね、シンプル闇の時かも。闇の時、うん、ちょっとかっこいいですねじゃあこれからはドキドキしすぎて闇の時になりそうって言ってきます。以上、今週の面白い話でしたここからはこちら、今週のふつおた、イエーイ。はい、ということでここからは普通のお便り略してふつおたメールを紹介していきます。まずアグノンネームおやつしゅうしさんからです。ありがとうございます。アグポンのんのん、こんばんは。こんばんは。大西あぐりファーストコンタクトファーストライブのその前にの開催が決定しましたね。ありがとうございます。待ちに待ったアグポン個人のイベントで、うん、しかも年が明けてすぐ一緒に過ごせる機会があるなんてとっても嬉しいです、うん、さらにタイトルにはファーストライブのその前にとありますが、うん、ファーストライブに向けての決起集会みたいな感じなのかなと、うんうん、何をするのか気になってワクワクしちゃいます、うん、ファーストライブに向けて盛り上げていくのはもちろん、2022年はアグポンのアーティスト活動がもっともっと広がっていくよう応援していきたいので必ず参加しますね、うん、ところでアグポン個人として大きなイベントは今回が初めてとなりますが、何か意気込みや抱負があればお聞きしたいです。うん、ありがとうございます。ありがとうございます。そっか、ファーストライブのその前に。そうなの、いやめちゃめちゃ多分緊張するとは思うんだけど、ステラボール、ステラボール、そう、品川ステラボールでやってるんですけど、そこでなんかそこはすごいなんか思い出の地でも私自身あるから、そこで、そう、私自身のライブができるのもすごい楽しみだし、楽しみ、あと年明けすぐだし、あともう1月ってことは、その、うん、私3月3日にアーティストデビューしてるんですけど、のもうすぐで1年みたいなところがあるので、なんかその前にこういうイベントができて、なんか頑張ろうって思いますし、はい、頑張りたいなって思います。そうか、そうか、ファーストライブもね、そう、めちゃめちゃ見たいです。そう、またね、来年できたらいいなと思ってるので、その前にみんなで楽しく年明け過ごしましょう、はい、あ、頑張ってて、あ、頑張ってて、頑張ってて頑張ってって感じが出てる、メッセージ頑張って、ありがとうございます。いや、楽しみ。いや、頑張らないとね、うん、頑張りましょう。続いて、アグノンネームタコウインナーさんからです。ありがとうございます。大西さん、タコウさん、アグアグノンノン、アグアグノンノン、初投稿です。おー、今までメールを送るか悩んではいましたが、うん、ようやく送る決心をつけました。おー、何を書けばいいのかわからないので、うん、この番組でのお二人の第一印象を書きます。あ、なるほどね。まず大西さんは
可愛くてゴールキーパーみたいに何でも受け止めるお姉さん、高尾さんは場を和ませる天使、どうでしょうか、当たっていますか。それでは不正をやらずこれからも頑張ってください。ファルゴさん、1行いらなくないですか。それではこれからも頑張ってくださいだったらいいんだ。不正をやらずっていう ねいちいち言わなくていいかも。ねえ、不正やってないですよ。やってないの、ね、やってないです。やってないからね。この印象は正しいです、うん、あとゴールキーパーって何ですか。おい、何それは。ねえ、そう、ゴールキーパーみたいな。あのサッカーそんなにね、詳しくないから。確かにね、何でも受け止めるは合ってるかもしれないけど、ゴールキーパーは難しい数えだ ね。いやでも第一印象ってことは変わってるかもしれないもんね、だって、うん、第一印象。今の印象はどうなんだろう ね今の印象が知りたいですね、うん、ぜひ。あの、2通目、2投稿目、うん、2投稿目ですって。そう、は今の印象をぜひ送ってください。はい、不正はやってません、はい、やってません。はい、以上、今週のストーブでした。アグのルームラボ、続いてはこちら、今週の怒っちゃうぞー、イエーイ。はい、このコーナーは皆さんから怒ってほしいことを募集、一、うん、人は怒って一人はフォローする素敵なコーナーです。はーい、それでは今週も怒っていきましょう。はい、まずはアグノンネーム小村帰りさんからです。ありがとうございます。アグアグノンノン、アグアグノンノン、大丈夫？いていて。アグポン、テレビアニメこのヒーラーめんどくさいのカーラ役決定おめでとうございます。ありがとうございます。僕はこのニュースを聞いたとき、うん、普段は聖女のように心優しいアグポンが煽りスキルが飛び抜けて高いカーラを演じるなんて想像がつかないやと大変驚きました、うん、しかしその2秒後に早めこの番組の怒っちゃうぞのコーナーで、主にフォローに回ったときやのんのんなどの仲がいい子たちと一緒にいるときに時折垣間見える、アグポンの煽りスキルの高さ、かっこ大西煽りを思い出し、カーラ役ってアグポンにぴったりすぎるくらいぴったりなんじゃないかと思うようになってしまいました。なるほど。大西煽りなんて本当はないとは思いますが、アニメのヒットを祈願するついででいいので、一度僕を怒るか煽るかをしてください。よろしくお願いします。PS 別番組で、SU と Y きなさん、ちょっとゆきなちゃんですね、を煽り倒しているアグポンがとても面白かったです。好きな。なるほど。なるほど。まあ、好きなはいいんだよ。仲良しでもね、すごい。そうそう。面白い。怒るか煽るかしてください。もう、どっちに回ってもダメじゃんか。そっか。そっか、しょうがない。お、お、新たな。行くか。お、お願いします。はい。いやね、普段聖書のように心優しいと言っていただき本当にありがとうございます。しかもカーラ役決定とかそういう、ね、怒っちゃうぞのコーナーなのにこんなに応援してもらえてすごく嬉しいです。これ守りもしない。私はあんまり怒りの感情とか持ってないので。あれ、今までのアーカイブが怒れないな。もうプンプン。すごいですよね、あなたは。あなたは。だってこうアグポンがあのカーラを演じるなんて想像つかないやと思ったこう2秒後にね、もう別のね、こうアグポンは鬼しおりさんだなって別の発想ができるなんて、もう2秒で考えられるなんてもう素晴らしい天才だと思います。本当にあの頭の回転がお早いんですね、素敵。2秒のところを褒めてた。そうそう、2秒で考えられるなんて、うん、そうですね、すごい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 。あれ、すごい、今日は怒り成分が少ない。はい、ということで以上今週の怒っちゃうぞでした。アグのルームラボ、ここからはこちら、仲良しチャレンジ第5シーズン、ジャスティス、イエーイ。
はい、このコーナーは2人で協力してあることにチャレンジします、うん、見事クリアすればアグノンポイントをゲット。アグノンポイントを9貯めると素敵な差し入れが届きます、うん、前回はシレッタを味方につけてクリア。もうね、うん、余裕でしたね。ね、シレッタをして勝った、うん、ね。はい、現在のポイントは3ポイントです。3-3 対応。はい、今回チャレンジするのはこちらです。にゃんこトーク。なるほど。はい、箱の中から引いたお題を猫っぽく言って、うん、相方に何て言ったのかを当ててもらうゲームです。うんうん、まあ、例えばお題が運動部とかだったら、うん、サッカー部、卓球部などにの単語をにゃにゃにゃ言って、かわいいね、猫語に言い換えて、うんうん、相方がそれ何て言ったのか当ててもらうっていうゲームです。おー、まあ、イントネーションと語数、さらにはこの人ならこれを言うだろうなという相方愛が試されます。なるほどね。なるほどね。え、こういうゲームやったことある？ない、初めて。ないんだ。にゃ、私なんか時々あるかも。にゃにゃにゃ、うん、そう、にゃーとか、おー、にゃにゃにゃで喋るの。え、じゃあもう何でもできるのかな。どうなんだろう。でもさ、ここにね、うん、ジェスチャーは禁止ってあるから、ね、米印、ジェスチャーは禁止、かっこ太字みたいな感じで。ねえ、私ジェスチャーもつけてたから。あー、なるほどね。ここだけだと難しいかも。しかも10問中、全10問中8問正解で成功。うん、で、回答時間は1問につき1分以内だそうです。なるほどね。なるほど。できるかね。できる。ね、にゃにゃにゃということで、それではやっていきましょう。できるね、今。いや、できるはできる。できるです。はい、いきます。はい、じゃあ、うん、ここ最初まずお題を引きます。見ていただいて、じゃあ、その間、のんのんはお目目閉じといて、お目目を閉じていきます。こちらのお題ですね。ジャンル広いな。じゃあ、ジャンル広い。これで、私の思いつく、うん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 、これを言えばいい。わかりました。では、いきます。はい、じゃあ目開けます。うん、じゃあいきます。にゃにゃにゃ。え、ににゃ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 ににゃの港。にゃ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 ににゃ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 明日国語。あ、にょにょ。なんだろう。にゃにゃにゃ。もう全然わかんない。どうしよう。にゃにゃにゃ。にゃ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 。わかんない。にゃにゃにゃ。あ、ジェスチャーできないのきつい。にゃにゃにゃ。にゃにゃにゃ。にゃにゃにゃ。小麦。にゃ。にゃ。にゃにゃにゃ。にゃ。にゃんにゃん、にゃ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 、なんの、やばいやばいやばい。はい、ということで正解はピアノでした。ピアノ。あ、にゃにゃにゃってピアノってことか。そう、これできたらさ、もう確かこれ余裕だったんだけどね。ね、そうだよね。あ、これ全然使ってなかったわ。これあと、まだね、でも2問目いくか。2問目、まだまだ大丈夫ですよ。2問目じゃあ、のんのんで。じゃあ、お夢をつぶっていただいて、うん、いきたいと思います。こちら、こちらのお題でいきます。はい、じゃあこれでアグポン、うん、目を開けてもらって、はい、じゃあ言いたいと思います。はい、ね、にゃにゃ猫。あ、まだ立ってる。待ってるおー、やった。よし、じゃあ続いて、じゃあ、そう、お題がね、あの動物だったから、ね、猫。よし、おー、おー、すごい。お、流れがいい、流れが。続いて、はい、お題はこれ。あ、よし、じゃあ行きます。あ、どんどん目を開けて大丈夫です。はい、じゃあ行きます。にゃにゃにゃ。にゃーにゃーにゃ。にゃーにゃーにゃ。まにゃにゃ。まにゃにゃ。バナナ。
です。あ、じゃあ続いて、どんどん行こう、どんどん行こう。この意味を。お題かよ、お題かよ、よかった、わかんないやつ、お題開けちゃった。じゃあもう引き直したいと思います。はい、普通に目開けてたわ。え、どういうこと、どういうこと、え、これってこれ以外にあるんですか。あ、なるほど、あ、そういうことか、なるほど、あ、わかりました。じゃあ目を開けてください。はい、じゃあ行きたいと思います。にゃにゃにゃん、にゃ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 にゃにゃにゃん。いや難しい、これ難しい、難しい、にゃ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 ん、にゃ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 。お金持ちになりたいなでもなんかちょっとテイスト似てるかもしれない。にゃ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 。あの正解はですね、丼物っていうお題で親子丼って言ったら難しいよね。食べたいなってことね。そうそう、親子丼食べたいなって言ってほしい。丼物、丼物、お題丼物ってめっちゃ難しい。じゃあ続いて、はい、いきます。え、待って待って、ちょっと思い出せない。思い出せない思い出す系。あ、え、でもむずいな、絶対言えない。待って、あ、私、あ、これにしよう、これにしよう。お、オッケーですか。はい、では言います。にゃにゃにゃ、にゃにゃにゃ、え、にゃにゃにゃ、にゃにゃにゃ、にゃにゃにゃ、もうバナナに好きくらいにゃにゃにゃ、別名にゃ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 、別名、別名、にゃ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 、にゃにゃにゃ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 、バナナ、にゃにゃ、え、にゃ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 、わかんない、ひろし、わかんない、誰、にゃ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 、別名にゃ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 、バニラ、にゃ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 。え、もしかしてさ、今さ、私言ったさ、カメラ？カメラだった、もしかして。カメラ？たった今、もしかして。うん。あ、ほんと？私、昨日、カメラ食べたの。ほんと？ジャリジャリしてた。え、これ正解ですかね、これ、もしかして。あ、家族も本当にカメラ食べた。カメラ食べました。で、別名が一眼レフって。にゃ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 って一眼レフがって言ってました。結構大変だったっすか。はい、なんか手間かかった。レンズがあのガラスじゃないですか。どうしよう。あのコップに刺さってちょっと口内炎ができました。あ、でもまね、事実ではありますね。おー、丸。はい、じゃあ続いて私聞いていきたいと思います。
じゃあ行きますね。え？あ、これこれ栄養によってはいろいろありますね。なるほど、じゃあこのお題でいきます。目を開けてください。はい、じゃあいきます。にゃ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 ん、あ、ちょっと待って、にゃ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 、え、難しい。にゃ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 ゲームがあるな。にゃ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 ん。ゲーム？にゃ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 んゲームは？にゃ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 ん。にゃ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 んゲーム？にゃんにゃんにゃんゲーム？あ、待った、ちょっと、うん、答えをどうぞ。え？にゃんにゃんにゃんゲーム？あー、あー、どういうか分かんなくて、あの、お題これだったんですよ。で、なんかお題、なんか電車って言ったらやっぱりあの猫バスかなって思って、だからニャンニャンニャンって言ってました。ちょっと待って、どうしよう。あの、実際は山手線って言ってましたよね。ニャン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 、ね、ね、猫が駅長やってたりするよね。あ、そうそうそう、する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 、あ、するする。ニャン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 、最後は結構難しいかな。カメラはね、いや、カメラ本当に頑張って食べたと思いますよ。え、でもね、頑張って食べたもんね、カメラ。にゃーお送りしてきましたアグノンルームラボ、いかがでしたでしょうか。番組では各コーナーへのメールをお待ちしております。メールアドレスはアグノアットマークセカンドショット .jp です。各コーナーは番組ホームページに掲載していますので、ぜひ確認してみてください。また番組公式ツイッターもやってます、私たち個人のツイッターもあるので、どちらもフォローよろしくお願いします。この番組はタイムシフト期間1週間を含め無料で視聴できます。さらにこの後23時30分からセカンドショットチャンネル会員向けのアフタートークと前回のアーカイブがお楽しみいただけます。ぜひ会員登録をよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで第56回は、はい、にゃ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 、北海道行きたい。にゃ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 。そしてアフタートークでは切り替えがめっちゃ切り替えすごいにゃ。そしてアフタートークではどうしようね。アフタートークではにゃ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 。それでは今回はここまで。2人いる。次回の配信は2週間後12月にゃんにゃん日22日水曜日23時からです。にゃんにゃん日、最後はアグノンちゃんけんでお別れ。今回はアグニャンです。にゃーにゃーじゃんけんの準備はいいかにゃいいにゃ。それでは、いくにゃ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 じゃんけんあぐにゃん。勝ったにゃんこはお、にゃん明日、学校や職場、お母さんに向かって、あー、それ、なんとかにゃって言っちゃうかも。にゃにゃにゃ、絶対にゃんがついちゃう。うわ、恥ずかしい、恥ずかしい。せーの、にゃんにゃん。